こんにちは、心理カウンセラーの高森です。手が細菌で汚染されたという強い不安にかき立てられて、何時間も手を洗い続けてしまいますという相談ということがあります。これは手が細菌で汚染されたという観念が頭の中を支配するわけですね。脅迫観念というふうにも呼ばれています。これが出てきますと非常に強い不安が出てきますから、この不安を打ち消すために洗っていくんですけども、いくら洗っても不安が消えないので何時間もかかってしまうということすらあります。で、最終的には不安は消えないけれども疲れ果ててやめるという感じですから、これは本当に辛い症状ですよね。これを解消していくには、これは自分一人で何か本読んだりですとか考えていくということではなかなか難しいかなというふうに思いますね。薬を飲むとある程度緩和するというふうにも言われてますけども、これも根本的な解決というわけでもないです。一番適切なのはこういった脅迫観念、そしてそれに伴う手を洗い続けるという、これは脅迫行為っていうんですけども、こういったところを抑えていくための具体的な方法を持ったカウンセリングっていうものがありますので、それをやっていくっていうことになりますね。具体的にはこの不安を感じた時にも手を洗ってしまうっていう癖をあえて止めて我慢をして耐え続けるっていうような方法があるんですね。ただこれもさじ加減があって、いきなりやるわけにはいかないっていうこともありますけれども、そのあたりさじ加減を考えながら少しずつ免疫をつけていく、そして手を洗わないで耐えられるようになることでだんだん不安を克服し大丈夫になっていく、そういった道筋がありますので、まずはこういったものがあるんだということを知っておいていただければというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。